東屋の日日これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日日これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。東屋の日日これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや言葉の処方箋があれば、そういったこともお話しいたします。なぜならば歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。8月6日、今日は何の日？1970年の今日、末綱徐一が亡くなりました。末綱徐一は大正昭和時代の数学者です。数学的な考え方は江戸時代からありましたが、本格的な数学は明治維新の後、日本が西洋の科学技術を導入し始めた頃から目下の急務として教育研究が制度化されていきました。末綱はその第一人者です。末綱は1898年大分県の生まれ、旧制第一高等学校を経て東京帝国大学理学部数学科を卒業。卒業後は九州帝国大学工学部講師、そして助教授になった後、東京帝国大学助教授となりました。1927年からドイツに留学、1931年に帰国後、1935年に東京帝国大学理学部教授に昇進しました。1944年に統計数理研究所の創設にあたっては設立準備委員を務めました。そして1947年から統計数理研究所所長に就任。在任中には他に先駆けて大型電子計算機システムの開発導入を進めました。さて、なんで今日末綱を取り上げたかと申しますと、末綱は哲学に造詣が深かったんです。末綱は友人の哲学者で科学史家の下村虎太郎の紹介で哲学者西田喜太郎と知り合います。お互いに異分野と知りつつ、内面的共感でもって二人の距離は縮まっていきます。数学において古来、数は奇数と序数のどちらが先であるかという難問があって、これは、鶏が先か卵が先かみたいな話ですかね。なるほど、まさに哲学的です。その後、末綱の著書、数学と数学史を西田喜太郎に献本。西田から、哲学的知識の外泊と理解とに敬服した。こういう頭で一つ深い大きな数学をやってもらいたい。大切な人と存じます。と評価されています。残念ながら西田は亡くなり、末綱と西田の親交は2年ほどで終わってしまうのですが、その西田とのお別れの場で、末綱は仏教学者である鈴木大拙と出会い、無分別知を学びます。ニーバーの祈りに似た感じですかね。そして末綱は数学でも基礎のところには無分別知が働いているという理論を得ます。うまくまとめられていないかもしれませんが、ガン哲学においてもガンと哲学という一見相入れないように思えるものが、実は同じ理屈で考えたり理解できたり、あるいは先ほどの無分別知のように分別に固執しない形で、固執しない知恵の世界が開かれたりすることがあるんだなぁと東屋は思い至ったのでした。末綱と西田喜太郎、鈴木大拙との開講も印象的でした。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。